があってこの駅に来てみました。もしかしたらもうなくなってるかもしれないんですけれども確認しに来ました。行きます。モッドストリートなのでここで曲がった方がいいのかな。ちょっとナビで確認します。そうでした、モッドストリートでここで曲がります。さあ、ありました。あった。竹村さんもニューヨークにいらっしゃると必ずここにご自分の壁画を見に来てご自分で写真を撮っていらっしゃいました。それを思い出します。当時父を亡くして数年後だったんですけれども、まだまだ父の亡くなったことに対してとても寂しく思っていた時期だったの で、たまたま竹村さんが父と同い年だということが分かって、私がそれをお伝えしたらとにかくすごく可愛がってくださって、いろんなことにも相談に乗ってくださいました。本当に感謝しています。ニューヨークに来ることになった後もいろいろ相談に乗っていただきました。本当に1年間一緒に番組で隣に座らせていただいて本当に光栄でした。